以前この小学校の廊下をボランティアでうちの浜松営業所の職人さんがですねペンキの塗り替えに来たんですよ。でそんなご縁があってまあ、図工の授業で協力できないかっていう話があって、まあ、それなら買わずにみたいな感じで声がかかってまあ来させてもらったみたいな感じです。よろしくお願いします、僕が伝えたいことっていうのはこうものづくりをすることによってみんなが仲良くなったりだとかなんかものを大事にしようって思う心だとかそんなものを、伝えれたらいいかなと思います。じゃあ今日はね、元気よくやりたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、特にその子どもの少ないエリア特に少ないエリアっていうのはまあ比例して教師も少ないっていうのは聞いてますね。まあ、あくまで想像でしかないですけど先生たちだと、当然決められたカリキュラムとかもあると思うし毎日やってることっていう部分で劇的に授業の内容を変えるっていうことも難しいと思うんですよね。そういう意味では僕ら民間企業はただ技術はあるよみたいな。カズマ、じゃあ今日君もカズーだ。うん、カズーのおじさんって言ってくれればいいからね。そんな立ち位置の人が単発で今日の図工はこの人が来ますみたいな、それもエッセンスじゃないですか。普段と違うっていう印象付けみたいなことができる。それって民間業者しかできないですよね。こんなやつを持ってきました。で中に穴が開いてます。ここに釘を打ってこうなんか動くようにさこういうのが動くようなこれ何作ってもいいからね。これじゃなくてもいい。こうやって、なんかこれからノコギリを使って、木を切ってきます。どんなものを作ろうかなっていうのを切りながら考えてもいいし、こんなものが作りたいからこんな材料を切りたいっていう風でも OK です。ただノコギリの使い方だけちょっとおさらいしましょうね。はい、子供の頃僕は勉強がめちゃくちゃ苦手で体育だけ得意だったんです。僕はクラスの中にいる時に運動会がなかったらきっとクラスで孤立してたんじゃないかっていうぐらい勉強はできなかったし協調性もなかったんです。ただ運動会の時にヒーローなんです。じゃあ前と後ろのこのペアで立ってこうやって拳と拳をこうやって合わせてこれ木に見立ててもらっていつもと違う図工の授業をっていう日に、話したことない子同士が仲良くなったとか、あ、この子実はノコギリ使わせるとめっちゃ上手じゃんとか、いやこの子の個性こんなすごいもんあったんだみたいな、自分が入ることによって普段には起きなかっただろう化学反応みたいなのが起きれば本望だなっていう感じがしました。で子供たちもめちゃめちゃ素直で学ぶ意欲があって、逆に言うとそういう子どもたちが大人になるときにどういう経路でその熱縮小してるというかまあうちに隠してるのかなって思ったぐらいですね。きっと今の若い子たち、若者たちもうちに秘めたものとかがきっといっぱいあるんだろうなという気がします。小学校の時とかに変わった先生が来たり妙に印象深くて大人になっても覚えてるとかあるじゃないですか。そういう存在になれてまあものづくりって楽しかったなみたいな風に思ってもらえるのが、できるんじゃないかなってちょっと思ってますね。僕そういう存在でいたいなっていう、そのためにはもう小学校だろうが幼稚園だろうがやりたいですね。